昨日ミルツィマンデーでお話を伺った津江源金沢、嬉しいニュースが入ってきました。その津江源金沢、来シーズンからスタートする J リーグの新リーグ J3 に参加することが決まりました。本当にJ3 上がりました、大変皆さんの、ご支援のためにと思って、心から感謝申し上げました。J3 は将来の J リーグ入りを目指すクラブと企業チームが混在する現在の JFL を見直し、全国に J リーグの裾野を広げようと来シーズンからスタートする新リーグです。今日の理事会では津江源のほか秋田や福島のチームなど合わせて10のクラブの参加が決まりました。石川県に J リーグのチームができるのは初めてです。津江源金沢の入会について審議いたしました結果、 J3 への入会が承認されましたので、ご連絡と報告いたします。 J の一員として一緒に頑張っていきましょう。津江源は JFL に所属していたこれまでも J2 入りを目指してホームスタジアムの整備などを進め、今年9月には J2 昇格に必要なクラブライセンスも取得しました。しかし今シーズンは昇格に必要な JFL2 位以内という規定に届かず、またホーム試合での観客動員数も1試合平均3000人以上という条件を満たせなかったため、来シーズンでの J2 昇格はなりませんでした。このため津江源では今後 J3 に所属しながら引き続き J2 昇格を目指すことになります。試合をするというのは、制限の選手にとってもですね、自分をアピールできる場所でもあるというふうに思ってますので、そこできちんと活躍して、2位以内、そしてもう一つのステップの、平均3000人の観客動員数をなんとかクリアをしなきゃいけないということを改めて、頑張るという力とさせていただくと。とにかくいい試合をして、で、今年も攻撃力は非常にリーグトップクラスだったと思いますので、できるだけ多くの得点シーンで、皆さんに喜んでもらうというところと、あとスタジアムの外でのイベントも含めてですね、もっともっとこうスタジアムが来て楽しい場所と思ってもらえるような、そういう工夫はどんどんしていきたいなというふうに考えています。 J3 参加が決まった津江源金沢、明日のこの時間は森下監督、そしてキャプテンの大津選手、それからサポーターの声などをお伝えします。ここまで津江源金沢 J3 入り決定についてお伝えしました。